ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、エアバッグをめぐるとある悲劇を紹介するぜ。エアバッグって、あの車のエアバッグのこと？事故が起きた際に運転者や助手席の人間を衝撃から守るための、あのエアバッグのことだ。それで悲劇が起きるって、ちょっと想像がつかないな。むしろ悲劇を軽減するための安全装置じゃんね。安全装置であることには違いないんだが。例えば、シートベルトやチャイルドシートだって、効果を発揮するには、正しく使用する、ことが大前提だろう。ああ、チャイルドシートを中途半端な位置につけていたせいで、事故の際に子供を守るどころか押しつぶしてしまった、なんて話もあるもんね。使い方を間違えれば、逆にこのエアバッグが原因で死亡してしまうケースだってあるんだ。今回紹介するのは、その一つの例というわけだな。ともかく、早速事故の経緯を見ていくことにしよう。2016年2月17日、午後4時50分頃のことだった。大阪市の市道を走っていた1台の軽自動車が、道路脇の電柱に衝突するという事故が発生した。あらら、どうしたんだろう。ハンドルを握る手が滑っちゃったのかな。いや、事故の直接の原因は右折した際にダッシュボードから滑り落ちた携帯電話を拾おうとした、ことだそうだ。その結果、前を見ずに感覚でハンドル操作をして、そのまま電柱にゴン、ってわけだな。あちゃー、典型的な脇見運転だね。故意ではないんだろうけど、そもそもダッシュボードに携帯を乗せるべきじゃないし、それを拾うなら一旦止まってからにするべきだよ。この車を運転していたのは30歳の女性で、助手席には3歳になる女の子が乗っていた。この女の子は、目立った外傷こそなかったものの、事故の衝撃で命を落としてしまったんだ。ちょっと待って。なんか色々と突っ込みどころがあるんだけど。どうした？まずさ、小さな子供を車に乗せるときって、普通は後部座席でチャイルドシート使わない。ああ、もちろんそうするべきだ。それで言うとこの軽自動車の後部座席にも、チャイルドシートは搭載されていたな。あれ、チャイルドシートをそもそも使う気がなかったとか、そういうわけじゃないんだね。それならなおさら、助手席に座ってる理由がわからなくない。なんでも、近所に買い物に行くだけだから、と、すぐに乗り降りできる助手席に乗せていたとのことだ。うっばぁ、身構えている時に死神は来ない、の典型的な例じゃん。面倒だからと省いたちょっとした手間が生死を分けるというのは、ありとあらゆる交通事故に言えることだな。で、次の疑問点なんだけど。外傷がないのに死んでいたって、それ本当に事故が原因なの。ああ、後の司法解剖で分かったことだが、女の子の死因は、心タンポナーデ、と呼ばれるものだった。心タンポナーデ。心臓の周りに血液が溜まってしまい、それが心臓の動きを圧迫する、という状態のことだ。エアバッグが激しく展開したことで、女の子は胸を強く打って圧迫されたというわけだな。エアバッグってそんなに勢いよく出てくるもんなの。そりゃもう、ガスや爆発を利用して、ほんの一瞬で思いっきり膨らむからな。大人ですらエアバッグの衝撃で骨折したり、動脈を損傷したりすることだってザラにあるんだぜ。だが、エアバッグがなければもっとひどい怪我を負ってしまう可能性だってあるからな。知らなかった。まあでも、事故が起きた瞬間に衝撃を吸収するための袋を展開しないといけないから、それぐらい急に出てくるのもしょうがないことなのかな。とはいえ、大人ですら怪我をする可能性のある装置を、子供が受けて無事で済むかって話だよ。3歳の女の子だもんね。骨だってまだ未熟だろうし、筋肉だって発達していないから内臓を守れないし。だからこそ、本来なら後部座席のチャイルドシートに乗せるべきだったんだ。さて、ここまでだったらちょっとした日常の手違いの結果起きてしまった不幸な事故、で終わるはずだったんだが。お、なんか不穏な気配。車を運転していた女性は、その後に警察によって逮捕されることになった。ああ、まあ不運とはいえ交通事故を起こしているからね。いや、それだけじゃない。実は、この女性は、覚醒剤を使用していたんだ。覚醒剤？事故後の尿検査によって成分が検出されたことで、この事実が発覚した。本来なら、お酒で酔ったまま運転していたんじゃないか、とかを確かめるための検査だよね。まさか覚醒剤を使っていただなんて。とはいえ、この覚醒剤の使用が事故に影響していたかどうかはわからない。尿から成分が検出されたというだけでは、運転中に酩酊状態にあったかどうかまでは判断できないからな。いや、でもさ、それを知る前と後では、
事故の印象がガラッと変わっちゃうね。さっきまでのお話だと、育児の忙しさに追われたお母さんがケアレスミスを犯して、その結果の悲劇って感じだったけど、普段から覚醒剤を使っている母親が、後部座席のチャイルドシートを使わずに女児を助手席に乗せ、軽率な脇見運転をした結果の悲劇だ。申し訳ないが、もしここで事故を起こさなかったとしても、将来的に何らかの別の事故を起こしていたんじゃないか、と考えざるを得ない。正直に言って、同情する気持ちがしぼんじゃったな。他の人を巻き込まなくてよかったし、事故で亡くなった罪のない子供がただただかわいそうだよ。この結果、女性は覚醒剤使用と自動車運転死傷行為処罰法違反によって起訴された。事故や覚醒剤の使用について反省する姿勢は見せており、懲役2年、執行猶予3年の有罪判決となったとのことだ。事故も覚醒剤も、人生をたった一瞬でダメにしちゃうって点では同じだね。うむ、いつの日かどちらの悲劇もなくなった平和な世の中が訪れることを、切に願うばかりだぜ。ともかく、今回の動画はこの辺で。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい。っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。